チアーズスタイル TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。もう10月になりました。早い。早いですね。2023年10月の4日なんですけども、また今日も元気にお届けしていきたいと思います。チアーズスタイル TV は女性を幸せにする情報発信ということで、本日もゲストに、三角珠代法律事務所の三角珠代弁護士にお越しいただいております。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。なんで笑うんですか？いや、なんだどうしました？改めて、ね。改めて。挨拶すると変だな、はいはい。すいません。はい。ちょっと。どうしました？ちょっとシャイなんでですね。誰が？シャイなので。はい。じゃあ今日もですね、テーマ。今日のちょっとテーマはですね、ネットに関するトラブル回避ということで、お子さんが、中学生でいらっしゃる女性から、やっぱり子供がインターネットをですね、やっぱ YouTube とかで、自分で配信したり、友達とオンラインゲームしたりとか、友達って言っても相手が大人かもしれないということで、ネットに関する環境っていうのは、昔からずっと、子育てする上では課題にはなっているかと思うんですが、うんうんうん、まあ、大人も同じだと思うんですよね、うんうん、そういうネットの、まあ、ルールを知って、おくべきという部分はですね、そうですね、ね、今の時代はですね、うん、で、まあ、今回テーマとしてネットの誹謗中傷についての法律を、うん、ちょっと教えてほしいということの、うん、リクエストをいただきましたので、うん、本日もうちょっと解説をしていただけたらなというふうに思っています。うん、はい。はい。まず、ネットの誹謗中傷と言われますけども、誹謗中傷っていう言葉も、うん、まあ、あんまり使わないっちゃ使わないですが、日常はね。日常的には。誹謗中傷と、あと、その、もう一つ言葉で批判という言葉が、定義があるんですけども、うん、面白い。はい。誹謗中傷と、ちょっと調べましたが、うん、誹謗中傷というのが根拠のない悪口を言いふらかして他人を傷つけることということが誹謗中傷であると。で、これに対して批判というのは、物事に検討を加えて判定評価をすること、人の言動仕事などの誤りや欠点を指摘し正すべきだと論じることということです。で、今回のネットの誹謗中傷というのは、いわゆる根拠のない悪口で他人を傷つけるというような、まあ、根拠があってもありえますけどね。例えば犯罪歴とか、そういうことを、犯罪歴とかを言うとかってことですよね、はいはい、多分それ言葉の対比で大きく、まあ、そういうふうに一般に使われる用語の対比じゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、よくあるその誹謗中傷の相談というところは、まあ、SNS、掲示板など、まあ、今いろいろあるということなんですけども、起こりやすい場所っていうのを具体的に教えていただけますか？何使ってます？ SNS。インスタグラム、フェイスブック、まあ、こういう YouTube ですね。そうですね。は使ってます。今ツイッターって言わないのかな。あ、X そうそうね。まあ、いわゆる旧ツイッター、ね、最近書いてないけどブログあ、そうですね、ブログっていうのも、まあ、皆さん結構匿名でも書かれたりしてますね。いろんな掲示板、TikTok、 Google マップのレビュー、まあ、このレビューって言えばいろんなサイトのレビューあるよね。ありますあります、いろんな情報サイトあります。まさにこれがまた大変だ。これって、ここの味がどうだったとかね。そうですね、サービスがどうとかね。だけど、それを見て、私たち結構反応しますよね。ホテルとか、お店とか、やっぱり美容室とかもそうですけど、その、やっぱり参考にはしますよね。こういうところで、やはりその、悪口を書くっていうところが、誹謗中傷になっていくってこと。まあ、もう、やっぱり抽象論よりっていうことは、まあ、私が携わった案件、まあ、相談も含めていろいろやっぱ多いですよね。でも、一つは、あれでしたね。自分の会社を辞めた人が、そこでこういうトラブルがあったっていうのを書き込んで、ここに行くとこうなりますよっていうのを、まあ、それはもうあからさまだったので、すぐに警察、それは刑事告訴しました、ね。業務妨害で。はい。罰金刑になってるんですかね。罰金。
はい、あ、じゃあそれはもうその誰が書いたかは明確に分かった。そうですね、分かった、うん、ね、あ、うん、それはもう投稿する人のアドレスを、アドレスというか、なんていうんですかね、分かってたんで。あ、そこまで、うん、そうなんですね。うん、なるほど。まあ、実際その個人を攻撃するような、まあ、誹謗中傷のようなトラブルということもある、うん、あることが、まあ、結構、まあ、中学生の相談もあり、の親御さんの相談も過去にありましたよね。はい、結局いじめですよね。うん、もうこの人は太っているとか豚だとかなんとか侮辱罪に当たる可能性はありますけど、そのそういうのを載せられてそれを削除してほしいという相談はありました。なるほどね、うん、そのいわゆるこう法律上でですね、うん、誹謗中傷犯罪になる誹謗中傷っていうのはどういう、こう罪になるんですか。はい、まあいろいろありますけれども、まず皆さんがよく耳にする名誉毀損罪、名誉毀損だとか、うん、その言い方名誉毀損だとか、うん、まあ、簡単に言ってしまうと思うね、名誉毀損って一体何なんですかっていうこと、まあ、これまた難しいんですよね、言葉で言うと、うん、まあ、公然と事実を適時しって、まあ、公にですね、ある事実をこう、この人はこういうふうだっていう事実を適時し、その人の名誉を毀損したものは、その事実があったかなかったかにかかわらず、うん、関わらず3年以下の懲役、はい、もしくは禁錮、また50万以下の罰金ということですね。もう結構重いですね。はい。その事実の有無に関わらずっていうところがポイントですから、はい。うーん、割とね、公然とっていうのは、不特定または多数者が認識できる状態のことを言います。だからもう SNS って言ったらそうの可能性がありますよね。それから事実を適時しっていうのは、人のその名誉を害するに足りる事実を、だからその人の名誉に関する中身の、うん、あ、これは名誉に関するだろうなっていうことを、うん、まあ、挙げるってことですね。そして、まあ、人の名誉を毀損したっていうのは、客観的に見て、その人の外部的な名誉を害するに足りる事実を示せば足りる。うん、なるほどですね。まあ、例えばっていかないとわからないでしょうけどね。どういったのが。そうですね。だから人の社会的評価を低下させるっていうことが、うんうん、まあ、一つポイントっていうふうに。まあ、あるもので例に挙げてるのは、例えばネットの掲示板に A 会社の〇〇部長は総務部の〇〇さんと不倫関係にあると書き込むこと。挙げてますね。あるか、事実かどうかは関係ない。関係なくそうやって書くことが。そう、事実であってもですね。そうです。なるほどですね。とか SNS に〇〇さんは前科持ちなどでかからない方がいいと発信する行為などがこういう名誉毀損のに該当する可能性が出てくると。なるほど。で、まあこういう名誉毀損に該当したら先ほど言いましたけど、刑罰。はい。ね。重いけど。重い。まあね、範囲は広いんだけど、3年以下の懲役、または禁錮、または50万円以下の罰金と。で、また慰謝料ってなれば何十万ということになっていくんですよね。なるほどですね。民事でいけば、そう、慰謝料請求が、はい、まあ内容によるので、まあ何十万で簡単に言ったけど、何万から何十万っていうのがありますんで。ただ実際にその名誉毀損の慰謝料ってそんなに高くないっていうのが感触であるところが辛いところではあります。だからもう思いっきり刑事告訴した方が、どうだって刑罰罰金って言ったらね、これ怖いのは罰金って前科なんですよね。あ、になるんです。もちろんです。だからね、例えば刑務所に行かなくていいぐらいのことだからとか思っててもね、罰金は立派な前科なので、前科持ちってことになりますから、それこそ、そういうね、自分がね、知らないでですね。いや、本当です。まあ、実際私がその案件、ある案件で、まあ、さっきも話した案件は、もう民事で請求するよりも刑事件に持っていって、刑罰に貸してもらった方がいいねってことになって。なんかまあ感情論的にですね、うん、恨みとかそのつらみでこう何か、やり返したいというところで安易にこういうことをすると、うんうん、非常に痛いことになるということですね、うん、そうなんですよね。自分が何かこう逆やられこれもこのネットに関係なくあれなんですけど、まあ、よくあるのが、自分はそれだけ主張する正当な権利があると思ってても、はい、そのやり方間違ったらですね、はい、
まあ、今、愛子さんがおっしゃったんですね。いや、だからその本当にこういう感情論っていう部分と、うん、この法律っていう部分と、うん、やっぱりその感情だけでは物事はですね、うん、その丸く収まらないですし、逆に大変なことに陥ってしまうということがあるっていうのが、うん、まあ、今回の、はい、まあ、SNS ってやっぱ誰でも簡単に、うん、発信できるからこそ気をつけないといけないというのがあるなというふうに、うん、今回思ったんですけども、うん、まあ、今の名誉毀損の以外には、うん、侮辱罪。侮辱罪っていうのも、これまた刑法に定めがございます。うん、はい、まあ、侮辱罪というのは、まあ、まあ、外部的な名誉って社会的な名誉だけじゃなくてですね、はいはい、どんなやろ、例えば、体型はブタ、顔はブス、体は臭そうってやばいな、お前、とかいう、こと、表現や、はい、詐欺不動産、対応が悪い不動産、うん、頭の悪い詐欺師みたいな人とかいう表現とかですね。侮辱ですね。巷に出入りの発達障害、だから人とのコミュニケーションがちょっとできないとかですね。なるほど、うん、まあ、これまではそのネット上での侮辱罪というのは立件されることがあまりなかったということなんですが、うんうんうん、まあ、この法律が改正されて、うん、まあ、より厳しくなっているところですね、はい、まあ、それもあれですよね、皆さん もうずっと丸間さんという方が亡くなって、お母さんがすごい、ああ、そうですね、はい、あの案件に起因しているわけです、うんうんうん、厳罰化になったのは、はい、うん、そうですね、はい、あと侮辱罪というところと、あと信用毀損罪というものも、うん、それも見つけました。初めて私ちょっと目にしたんですけど、ね、うん、それはあれですね、やっぱり虚偽の嘘や騙す内容でその人の信用を毀損した場合ということで、うん、やり方が虚偽、嘘の中身なんとかなんですね、うんうんうん、だから信用毀損罪の例えば例はどんなの、あ、ここね、〇〇店の料理にゴキブリが入ってたとかですね、口コミサイトとか掲示板で、うん、そうですね、なるほどですね、そういう悪口を、うん、まあ、書くということですね、そうですね、なるほどですね、多分誰も行きたくないですもんね、その信用、まさに信用強烈なそういうことが一つでもあると、本当信用をなくすっていう部分はあるので、業務妨害にもなるということですね。うん、なるほど。あとは、脅迫。脅迫罪も、誹謗中傷の一つ。まあ、脅した中身ですよね。脅すような中身ということですね。はい。まあ、例えばあるのは、まあ、ある会員制の交流サイトで知り合った女子中学生に写真を売ってと要求して、裸の画像を撮影送信させた上で、まあ、中学生がその人に写真のお金払ってって言ったら、これを晒すぞっていう。なんかよく聞きますね。怖いですよね、はい。知らない時に結局撮影もされて、これをばらまくぞっていうふうに、それをこう、ね、脅迫していくっていうことですよね。なるほどですね。へえ。いろんな、そうなんですよね。この脅迫罪っていうのは不特定多数に限らないので、個人のメールに送ってしまったらもうアウトですね。必ずしもその掲示板とか、みんなが見れるものではなくてもですね。じゃあもうそういうやりとりで脅迫メインなことがあれば、もうそれが証拠になるということで、はい、まあそこで、証拠を取るために写メというか画面を保存したりしないと、ね、まあ、消す可能性が今あるからですね、相手が。なんか証拠は取っていくっていうことを、まあ、自分を守るために必要なことということなんですね。なるほど。なんか刑法っていうと、とても何ですかね、ちょっとドラマとかであるような、ちょっと離れた世界のものなのかなというふうに、まあ、個人的に感じてたんですよ。そうだよね。はい。なので、刑法がこんなに次々に出てくるんだというところが、うん、なんかそこ逆に新鮮というか、はい、いや、あんまり消しまるというか、そうなんですよ。あんまり、うん、こう関係がない、接点がないんではないかというふうに、思って、この SNS の世界がね、はい。そうなんです。生活とか個人とつながってるものなので、刑法ってなると、ちょっとなんか違う感
核だったんですね、素人的に。なので、非常に、まあ、脅迫とかなるとですね、刑法と近いかなっていう、ね、はい、感じはするんですけど。うん、脅すっていうのは、ね、はい、脅すっていう部分はですね。うん、だけど、その悪口言ったとか、うん、なんかインフラ化したとか、こう、感情の先にある、こういうちょっと間違った行為で、まあ、もちろん人を傷つけるっていうことになりますけども、まあ、刑法になるんだというふうに。うん、なるほどね。はい、まあ、被害届出すときは、その証拠を、まあ、しっかり、残しておくっていうところですね。そうですね。はい。うんうんうん、まあ、もちろん、その、どう、まあ、今保存できますもんね。そうですね。画面、そうですね。でももう画面も保存したらどうのこうのとか、そこも、脅迫しそうな感じはしますよね。うん。おうん、なるほど。うん、いや、今いろんな方法で、やっぱ脅迫されるとみんなこう感情的にもね、うん、こうやっぱ混乱なるのでね、混乱するけども、まあそこは証拠は証拠でちゃんと冷静に取っておくっていうことはもう、はい、そうですね。てかもうこういうの書かれたと思ったら弁護士のところすぐ行った方がいいです。で、どういうふうに対応していくかという、そうですね、まあそういう相談を家族とかお友達とか、近い人ほどできないケースって多いと思うんですよね。なんでそこすると逆に怒られたりとか、軽々しくそんな人とそのコミュニケーション取ったからでしょうとかって、まあね、思ったり、まあ子供だったらなおさらそうですけども、やっぱり、まあなんかおかしい、様子がおかしいなというところは、まあ専門家の弁護士に相談をして、その大ごとになる前に予防弁護としてですね、っていうことですね。はい。はい、あとは、ちょっと子供さんとか、未成年の場合特に関係あるかなと思ったのが、うん、プライバシー侵害という言葉なんですが、まあ、これは、住所とか、まあ、そういうマイナンバーとかですね、電話番号など、個人が他人に知られたくない、まあ、情報も含めて、悪用されるというような、ことにつながるということで、プライバシー侵害についても気をつけないといけない。まあ、特にずっとこの SNS が発達してきて言われてるのは、はい、あれですよね、写真がどこにいるかっていうのが、こう自分がどこにいるかっていう写真を撮らない方がいいっていう。オンタイムでですね。だから結構時間ずらしてね、結構出したりはありますけどね。そう、ただ時間ずらして出しても、大体どういうところに過ごするかっていうのが分かると、これまた。大体この日にこういうとこ行ってるなとか言うと、うんうん、例えばストーカーとかですね。待ち伏せられたりっていうことがですね。なるべくもうお子さんの写真とか流さない方がいいってことです。子供同士でも、そういう、今日ここに買い物に行ったとか、ランチしたとか。そうそう、あ、そうね。自分で投稿しないように、そこの教育がいりますよね。こういうの学校とかでは、あ、してると思います。そうですか、うん。その自分の身を守るために、例えば警察とかが学校に行って、アドバイス、そういう授業あると思います。やっぱりそういうことを積極的にして、その、まあ、子供も義務教育の、間の子供さんとか特に、知識はしっかり入れとかないと、そうそうそう、いけないですよね。そうですね。不用意に送ったものがね。あとは、肖像権侵害。肖像権、姿形ですね。はい、あ。自分の顔写真、無断で、例えば自分の顔無断で掲載されてしまった、もう肖像権侵害ですね、顔。よく最近もイベントとか、セミナーとか参加したときに、こちらの様子は、ホームページや広報誌とかで、お知らせする、予定があります。承諾しますかみたいな感じの一言ありますもんね。そうそうそう。そうです。それとかも出ますので、っていう先からね。もう先にちゃんと言っておくってことですよね。はい。そうですね。まあそういうのが問題になる事例というのが、やはり無断で。でも最近、自分じゃないのに、例えば、可愛い人を乗せて、いや、もういっぱい。ですよね。なりきり。いや、いっぱいありますよね。そういうのもね、よくないというか、まあ、いや、自分じゃないって、例えばね、自分の好きなアイドルとか、自分の飼ってる可愛い動物とか、そういうの多いですけど、本当にこの人の顔ですっていう出し方しても、大体詐欺が多いですよ。来ません？いや、来ます、来ます。山ほど来るでしょ、友達申請。投資興味ないですかとか、副業しませんかっていうのが。みんな綺麗で、胸が
なんか女性まで見えたりするから、まあ見せる人あるかな。さすがです。男性も結構イケメンです。あ、男性あんま来ないです。ですか。あんまり来ない。やばいな、私。外国人？外国人だったり日本人だったり。そうですか。日本人はほとんど見ないですね。うん、外国人でなんか片言の日本語のなんかメッセージが来ますよね、うん。あ、絶対これ日本人じゃないなって。うん、思う人とか。だからあれだよね、うん、この SNS で、例えば Facebook、私も今日 Facebook をやり始めた時って、バババーってこう友達申請が来て、あ、来ました。わけわかんない。当時そういう詐欺があるとかいうのが分からず、割とこう申請が来て承認っていうのをポンポン押した時代って結構どんな人もあったんじゃないかな。で、だんだんそれが詐欺がこういう横行してきて。ロマンス詐欺とか、ね。うん、いや、本当に。未だにあるらしいですよ。いや、あるあるある。そ、う、れ、ん、で、あれだよね、もう自分の知り合い以外はね、承認しないっていうふうな流れ。うん、そうですね。ご挨拶した方とか、うん、そうそう、まあ、つながりがはっきりしない、うん、ね、うん、するようにメッセージくださいとか、書いてありますもんね。そうですね。うん、怖いもんね。で、今すごいのが、うん、芸能人のな誰かになりきって会員登録の集中が、いや、本当思うよね。なんかこれおかしいなと思ったら、やっぱおかしかったなっていう、もちろん見ただけで。なりすまし。なりすましはすごいよね。ですよね。で、その芸能人だけじゃなくて、今、個人の方でも、割とそういう、こう、お友達のフォローとか、あの、数が多い人になりすましてる、あ、この前、福岡市長が載ってましたね、そう。本当。お知らせ、注意の、うん、歓喜で、うん、そうですよ、あの、なりすましが出ているとなと、うん、やっぱそういう、こう、有名人とかは、あの、やっぱなんかね、作れるんでしょうね。不思議だけど。ね、気をつけないと、本当巻き込まれないようにしないと。いや、もう注意した方がいいね。うん、もう、とにかく、安易に、そのサイトに入らない。うん、クリックしない。しない。に承認しない。しない、しない、しない、しないよね。そう、もう、スルーする。それでも十分活用の意味がありますからね、うん、SNS は。うんうんうん、そうなんですよ。そうやってしない、しない、しないってやってるのも自由度はもう、はい。自分の発信する分にはまんま発信できます、ね、うんうんうん。はい、そうですね。はい、まあ、こうやって。だから発信だけ考えたんじゃ、はい。そうですね。うん。まあ、そこで、まあ、つながる必要な。まあ、もちろん。うん。あの、方と情報交流をする。はい、はい。そこでつながるっていうところには非常にメリットはあるけども、まあそれ以上に不定多数と、そうそうそう、あの、変な下心を出さないという。いや、もう、どうでお金、男女交際。そう。そうよ。変な下心を出す。いや、なんだろう、いや。そうね。王道以外はないっすよ、うん。だからリアルで確認をして、やっぱりもうそこはね、あの、もう昔からの人間関係というのをきちんと大事にしながらですね、その広くこういろんな同じこうファンの人とか推しの活動とかスポーツ好きなスポーツの、 あの人たちと出会う場というのはいいと思うんですけども、うん、はい、まあやっぱりお互い節度とマナーを持ってやらないとっていう、で、まあそこでトラブルっていうのもね、やっぱりありますもんね、はい、なんかかんかね、土地かっていうのも。これ、小学生っていうようなことがやっぱ行われたりしてるから。確かにね、もう変わらないんですよ、人間。そうですね、人間の心理というのは ね、嫉妬したり。いやいや、そうそう、やっぱり。ってことでしょ、うん、大人の嫉妬はね。そう、一緒一緒。だからそういう人を、なんかあいつが気に入らないとか、あいつが偉そうにしたとか、いや本当、自分が好きな人を、なんかちょっとそうやって侮辱したとか、うん、なんか自分をのけものにしたとか。やっぱそう、感情論からやっぱ人、人間関係って始まるので、みんなその、みんな自信があってやってるかのように見えるわけですよ。うん、だから誤解もやっぱあるけども、うん、みんなやっぱり不安なことがあったり、悲しいね、落ち込むことも あるし、ね、こう、嬉しいこととかも、楽しいこともある、同じ人間なので、なんかこうね、とは思うんですけども、やっぱこう、わーっと感情が先走ると。いや、怖いですね。怖いし、まあそういう欲、変な欲を出すと、もういい、ろくなことはない、うん。と思ったり。やっぱ文章ってね、その、本当に感情がわーってやってる時の文章は絶対送らない方がいいですね。うん、鏡でも。夜とかね。夜とかも。本当にろくなもんじゃないですよね。いや、本当冷静に。だから、そのこう乗っかったらダメですよね。例えば相手から吹っかけられてね。うんうん、
そういうの多いんですよ、うん、もうイラッとさせられたらそれに乗っかってやり返したく、うん、だね、自分からはそういうことしないけど、わざとそういうふうにこう水を向けられるっていうことだってあるわけですよ、はい、それ本来の自分じゃないキャラクターが出て、うん、そういうのをやってしまったらそれをね、上げ足取られて侮辱罪とかね、辛いしね、うん、いい気持ちじゃないからですね、うん、だから通販を買ってしまうのも一緒なんですね。あ、通販の話もうなんか下がったんですか。そうそう、なんかこうほら、あの種類は全く違うけど、やっぱこう冷静じゃない時はやっぱ良くないですね。冷静になって、はい、人間関係の行動は起こさないといけないなと。はい、その買い物については私は思いますけど。そうだね。まあ人間関係もやっぱり、やっぱ夜とかね、よく前から言いますよね。こうラブレターとかを書いても、うん、もう次の日の朝見たらもう恥ずかしいみたいな。そう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 。ね、話はもうそれはもうみんなあるはずで。だからこう文章は特にですね、残るもの。やっぱね、売り言葉に買い言葉はダメだね、うん、もうぐーっと我慢して冷静に対応しないと自分が損しちゃうよね。ね、その契約ごとにしてもですね、そういうこうコミュニケーションにしてもですね。で、弁護士としてやりにくいのはね、うん、結局最初は自分がいじめられてるんだけど、それをやり返すとね、お互い様みたいな世界になっちゃうんだよ。それがあんまりね、弁護士としては残念な場合が多くて、うん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 、それやらなかったらよかったのにって。例えばね、あのこの SNS とかじゃなくて全然話違うけど、はい、まあ、お互い様とかよく警察で言われてしまうのが、例えば、はい、あのこう、まあ、殴られたっていうじゃないですか、はい、でも殴り返されたっていうんですね、はい、ということは警察がよく言うのは、うん、そうするとお互い被害弁、あのあなたが告訴すると向こうも告訴すると思いますよっていうのはある。で、そうなるとね、弁護士としてはやっぱり依頼者のどっち、まあどっちの依頼でもいいんですけれども、守らなきゃいけないので、やっぱり告訴されると刑事罰の刑罰の可能危険性っていうのが出てくるわけですよね。で、一般社会で、一般社会というかそういった刑事事件とかと無縁な人にもそういうことは起こり得るわけです。で、社会的な生活を普通に安定して送ってた人にも突如としてそういうふうな、うん、もう一触即発みたいな行動ってこう起こり得るんですね。その時にやっぱ手出してしまうと身動きが取れなくなるっていうのが、まあ、本当に弁護士で経験して悔しいなと、うんうんうん、悔しさだけが残ってしまうという、ね、でもまあそのケースによりますけど、うん、殴られっぱなしっていうのもやっぱちょっとねと思いますよね。まあ、ね、いや本当難しいですよね。難しいです。まあだから本当に正当防衛ってあるんですよ。いや正当防衛って言葉があるから。うん、うんうん、ありますね。なのでそんな殺されてるのに そのまま殺されろっていうことではないんですけど、うん、まあ、喧嘩の延長みたい、酔っ払って喧嘩の延長みたいになったりとか、男女間で揉めてた男性に無言やられたけど、はい、意外に女性もやり返してるとかですね。うん負けないでね。まあ、その、ケースバイケースでしょうけどね、そこはね。もちろんです。もちろんです。だけど、やっぱそういう知識をちょっとどこか頭の片隅に。いや、絶対そうです。やっぱね、知識を持ってる人は、やっぱり手出したら損だなっていうのは分かってます。ここでっていうね。うんうん、そうですよね。もう同じなんですよ。手の暴力で、手とか足で体を使った暴力でも、言葉の暴力でも、やられたらやり返すっていうことをやってしまうと、自分が損する可能性があるっていうことはやっぱり知っておいてほしいですね、うん、そうですね。もう人間関係のですね、うん、やっぱ基本としてもで、まあ、こういうふうに SNS で、まあ、自分の誹謗中傷が投稿されてしまった場合に、はい、まあ、あれですね、そのサイトの管理会社に削除請求、はい、削除請求というのができます、はいはい、うんうん、じゃあ削除してくれとまずその本人に言うなり、本人はしないからもうその、大元の。そうですね、サイトの管理者。はい。うんうんうん、に、まあ、それを削除してくださいと。そうですね。こういう誹謗中傷を書かれてるんで。そうですね、それが、うん。で、まあ、管理者が、あ、これも誹謗中傷だと思えばですね、はい、削除してしまうということになって。なるほど。で、もし、その、何ですかね、その、まあ、その方を訴えたいってなった場合は、削除をした上で、その発信者を特定するという。そうですね。まあ、特定請求っていうのもまた、これまたできるんですけれども、任意に開示がなされない場合は、裁判所で
発信元を特定するというのはできます。発信者開示請求というのは、プロバイダー、そのプロバイダーとか、その、まあ、要するに管理者にできるんですけれども、はい、まあ、どうなんだろうって判断が迷う、そのプライバー、どっちなんだろうって、本当にいじめなのかどうか、はい、で、まあ、あるいはその開示請求に応じないというときはですね、まあ、裁判で、うん、裁判所の手続きですね、発信者の情報、を開示請求することができるという手続きがあります。だからもうこういったのを速やかにやっていかないと、はい、どんどん時間が経ってですね、はい、そうですよね、自分の批判がどんどん広がるっていう。で、先生、まあ、一番大事なのはその投稿の削除であると思うんですけど、はいはい、まずはですね、うん、まあ、それがその二度と行われないようにっていうところで、うん、きちんと、うん、そのこういうことすると、良くないということを、うんうん、まあ、なんていうんですかね、刑事告訴になるんですか？何が？そういう、その、誹謗中傷した人に。ああ、そして、発信者情報って何のためかって言ったら、今、愛、はい、ちゃんが言った通り、その人に訴えたいときでしょ、はい、はい、そうです、そうです。ああ、いや、だから、慰謝料ですよね。慰謝料。民事で行けば慰謝料請求ですよね。うん、そういうの書かれて、うん、名誉を毀損された、侮辱された、うん、まあ、会社の信用が失われた、うん、個人の信用が失われた。なるほど。うん。で、まあ、それに、まあ、来たらなければ刑事事件。で、告訴すると。という、こう、段階を経ていくということですね。それは、やっぱり、こう、弁護士に相談ということが。そうですね。そうです、そうです。基本っていうことですね。じゃないとできないんじゃないですか。ですよね。いや、だからその。だし、やっぱり多分、プロバイダーに請求しても、個人で請求するより、弁護士に請求した方が、重い腰を上げるんじゃないですか。ああ、そうですね。まあ、簡単に、まあ、前より応じるようになってますけど、やっぱり応じない場合もありますから。はい。はい、そうですね。はい、うんうんうん。舐められたらいかんよ。いや、そうですもんね。何でもね。広げたく言うと。うんですね。だから、まあ、弁護士という存在があるわけだからですね。まあ、なんかそういう、まあ、ちゃんと弁護士に相談して、うん、やっぱりこう、関係というか、自分のこう心が傷つくとか、ね、いうことも含めて、うん、悪化しないように、やっぱり、ね、はい、やっぱちゃんと対応していくっていう。ことが必要なので、まあ、まあ、未成年の方をですね、あの保護者の方についても、やっぱり家でも、こういうことは共通の話題としても出して、いただけたらと思う、うん、いじめとかにつながることも、ね、きちんと防止っていうのも大事なことですし、まずは、こういう社会での、もう、常識って言っても難しいんですけどね。その自分の常識は人の常識じゃないからですね。だけども知っておかないと大変なことにやっぱなるという部分の、知識を持って予防弁護というですね、テーマでやってますけども、やっぱり親が、まあ、まずその知識持っていかないといけないなと思いますけどね。まあ本当に親が子供が被害に遭っている時に気づきにくいものってありますよね。今日今朝ちょっとある番組でストーカー対策っていうのをやってましたけどね。やっぱり子供がそういうストーカーに遭っている時に親がどこまでこうそれを察知できるかっていうので、まあいろんな、やっぱり子供の恋愛になるべく親は口出さないっていうのと同時に、しかしなんか子供が今、はい、なんかちょっと調子、うつ病になってしまったとか、はい、それが何を抱えているのかわからないっていう時の、全く一緒じゃないかなと思うのが、こういう、特に、またこういう誹謗中傷が起こりやすいのって、全く知らない無関係という、どんな人というよりはですね、やっぱり親友だったりとか、やっぱり会社の上司、部下だったりとか、ですよ、濃い人間関係がある。のも多いんですよ。が大体多いので。そうですね。はい。だとすると、そういう関係を第一にしたいからとか思ってる間に、判断が難しくなって、自分が追い詰められるというケースもあるので、まあ、どういう手続きを取るかはさておき、やっぱり自分がこれおかしいと思ったものは、やっぱりまず相談するっていうのはすごく大事なんじゃないかな。そうですね。そしたら、こう、冷静な判断というか、意見を、まあ、客観的に。いや、毎回言いますけど、本当に弁護士に相談したからってすぐ裁判になるわけでも、弁護士がすぐしゃしゃり出るわけでも何でもなく、アドバイスですから、まずは。まあ、これでどういうものが、どういう手続きが考えられるとか、うん、どういう対応が考えられるかっていう提案をするだけですので、うん、それは非常に便利なものじゃないかなと、うん。相談ということができることがですね、すごく便利だと思います。なぜならば、
やっぱり弁護士の経験を持ってしゃべ話しているので、単に法律だけを勉強して話しているのではなく、いろんな裁判を経験してきて、やっぱこういう案件をこうした方がいいというアドバイスに至ってますので、うんはい、それを30分何千とかっていうのは、本当は安いんじゃないかと。そうですね。もうでも、そういう、こう、まあ、そこの部分って本当社会貢献だなとは思いますけども、専門的な知識、専門的な経験っていうところを、まあ、第一歩目で、こう、ちゃんと受け止めてもらえると。で、まあ、そこから、そこで終わることも多いでしょうし、その後に、まあ、フォローアップ、また相談したり、まあ、ね、その何もなかったり、まあ、この大きな問題だったら、こうやって解決しましょうっていうような、方法論をまた教えていただくっていうようなことができるということなので、うん、まあ、本当に大きな問題になる前にですね、小さなこんなことでもいいのかなってよく皆さん言われますけども、まあ、おかしいな、これおかしいんじゃないかなとか思ったら、まず相談するっていうことがですね、自分を守ることにもなるので、まあ、なんか弁護士の先生たち活用していただいて、特にこういうネットの関わるトラブルっていうのも増えてきていますので、まあ、予防するために何か、まあ、例えば会社の中とか、サークルの中とか、いろんな学校の部活動の中とかでも、こういう運用の規定を作るとか、その SNS の。まあ、そういうことも、まあ、見て、書類をこういうのでいいですかっていうのを、見てもらうとかもできるんですかね。相談の範疇で。なので、なんかそういう、何か一つ、ルールを決めていけば、そのルールっていうのが決まれば、またこう、過ごしやすい、環境づくりになるんじゃないかなとは思うので、はい。まあ、この番組を活用していただきながらですね、うん、はい。何かこう、もやもやとか、不安なこととかあれば解決してもらえればなと思います。うん、今日もお題いただきましたね。はい、そうなんですよね。うん、やっぱりみんな、大切な。そうですね。なんか、こう、気になることっていうところで、自分の悩みじゃないけども、ね、知っておきたい。はい、知っておきたいということで、まあ、前、相続の話の時に、やっぱり、相続についてすごく分かりやすかったということでしたので、うん、はい、やっぱり相続の話題もですね、今、関心が、高い方は多いなというふうに、印象はあるんですけども、はい、まあ、こういう、ネット社会というところを、どう生きていくかというところも、私たちとしてはやっぱ知識を持っておくことが強くなれる、うん。そうですね。本当にその通り。今日良かったですね。このテーマいただいて。はい。ちょっと改めて勉強。いや、本当良かったですよね。はい。本当、整理がちゃんとできたので。できました。はい。まあ、これから気をつけて、誹謗中傷の対策っていうことと、まあ、自分たちが知らず知らずに何か、そういう、ことをしてないかということもですね、考えながら、まあ、生きていかないといけないなというふうには思いましたけどですね。はい。まあ、チャーズスタイル TV では、女性の応援するというテーマですけども、まあ、生活が豊かになるように、法律の知識をですね、最大限に活用させてもらいながら、お話を伺っていくというような形で進めて、いきたいと思っています。はい。今日もお忙しい中、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、三住智代法律事務所、三住智代弁護士にお越しいただきまして、本日はネットの誹謗中傷に関する、ことをですね、教えていただきました。また、皆さん関心のあるテーマ、聞いてみたいこと、また、身の回りの悩みとか、もう愚痴とか、自慢話でも全然いいので、お待ちしております。お気軽にご連絡ください。待ってます。はい、ありがとうございました。待っております。はい。それでは、明日、また10月、朝晩がちょっと寒くなって、そうですね、下手したら風邪ひくかもしれないかもしれない。ですね、でも昼間は暑いから、ね、まあでもこの秋のね、期間って今短くなってるので、うん、まあこの快適な時期を。そうですね、なんか体は癒されますよね。そうですよね、この風邪に、ね。ですよね、体が楽になったなって。楽になりましたね、本当に。思いますよね、うん。すごいギャップ。ギャップがね、急に、うん、今週からですもんね、急にですもんね。そう。まあ体もちょっと、うん、まあそういう
寝るときはね、なんか寒くなったりとかも今してるので、うん、まあちょっと体温調整がね、難しいと思いますけど、うん、まあ体調を管理しながら、はい、気分の管理も、はい、感情の管理も大事して、大事ですよね。で、生活を、まあ豊かに潤いを持って、ね、過ごしていけるようにと、私たちは願っております。はい。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、皆さん楽しい夜をお過ごしください。夜。秋のね、秋の夜を夜長をお過ごしください。ハブはナイスです。ありがとうございました。